ボン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 。オス。進撃のゆっぱん。こんにちは、ミスターステップアップの岩しおりです。今回はですね、視聴者の方からいただいたコメントにお答えしていきます。コメントがこちら、むむむむむさんからですね。偏差値55から60ぐらいの大学を目指している高校2年生です。現在は元気が出る数学をやっています。中盤はどのような教材がいいでしょうか。教えてもらえたら嬉しいです。で、偏差値60ぐらいということは、次第だったら各科同率やマーチなどの難関次第で、国立だったら地方国公立ですかね、国立大学とか筑波大学とかを目指しているんだと思います。で、今大学点勉強法の中でも紹介している元気が出る数学を実際に反復してくれているということで、この書籍をよく読んでくれているということが伝わってきます。ありがとうございます。で、今じゃあ次どんな教材やっていったらいいかということなんですけれども、見ていただいているみんなにも共通するような形で、序盤から教科書レベルの教材何やっていけばいいかというところから、入試直前までどういうふうに勉強していけば数学の成績が爆上がりするのか、ちゃんと上がっていくのかというフローチャートをですね、紹介していきたいと思います。このやり方で実際に島根大学医学部に修正期合格した女の子もいますし、木村さんって女の子なんですけど、あとはセンター8割から島根大学の医学部に大逆転合格して吉村さんという女の子もいます。実際にこのやり方で東大京大医学部に合格していってるので、このやり方でしっかり勉強していってもらえれば間違いなく志望大学に合格することができます。ですので皆さんも最後までご覧いただいて、実際に実践していってみてください。はい、ではまず序盤、中盤、終盤、これはこの大学点勉強法の中で入試までの残り期間を3つに割ってですね、その最初の時期を序盤、次を中盤、ラストが受験直前期を終盤っていうふうに呼んでるんですね。で、教科に限らずこの序盤期っていうのは教科書レベルの基本的な教材を反復して一冊の内容を完璧に覚えていくというような時期になります。で、この中盤はその応用で、終盤は過去問をどんどん解きまくって得点力をどんどんアップさせていくというような時期になりますね。で、ムムムムさんは、質問者の方は今回この序盤の時期に元気が出る数学をやってくれているということで、この一冊の教材をまずは7回8回以上ですね、反復をしていって完成度を高めて、どんな問題が出されても瞬時に回答できるように反復練習をしていってください。で、例えば偏差値60以内の難関国立大学であればこれがおすすめです。白チャート、ちょっと分厚くて反復はしにくいように見えるんですけれども、この一冊のこの見開き1ページの中に入っている台数がそんなに多くないんですね。で、こんな感じで上に問題が書かれてあって、下に答えが書かれてあるので、お見開きでパッと見た時にすぐに問題と答えを行き来することができます。こういうのが反復に向いている教材ということで、今大学点勉強法で紹介している教材っていうのは反復しやすい教材を基本的に選んでですね、ピックアップするようにしてるんですね。で、元気が出る数学もナイスチョイスです。で、それを7回8回、反復してもらってですね、次にこの中盤期何をしていったらいいかっていうのは、おすすめの教材はこちら、じゃん、実力アップ問題集で、元気が出る数学や白チャートよりも1段2段上のですね、その入試問題を扱ってですね、作られている問題集なんですね。で、解説がすごく秀逸で分かりやすいんです。あと白チャートと同じように上に問題が書かれてあって、その下に解説が書かれてあるという形で反復がめっちゃしやすい。で、私もこの白チャートをやってからこの実力アップを反復して完成させていって、数学が偏差値70になってですね、無事京都大学に合格できたんです。で、もともとは数学は偏差値60もなかったんですよ。本当に50ぐらいで、三角関数の基本公式も全然覚えてないレベルから、この2冊で京都大学の入試問題で4冠2班できるレベルまで上がっていきました。なので、このチャートはフローチャートは間違いありません。失敗がありません。なので、この教材を7回8回以上反復して、どの問題でもスラスラ答えられるようになれば、どの大学の入試問題でも対応できるようになります。ただ、この実力アップ問題集ですね、ちょっと難しいんです。ちょっと白チャートや元気が出る数学から1段ちょっと上がっちゃうんですよね、レベルが。だから、ちょっとやってみて、いきなりは厳しいなとか、いきなりは難しいなっていう場合は、こういった白チャートですね、の教材の章末問題を使ってもらって、初見の問題を解きまくっていくような練習をしていくと良いと思います。なので、質問者のムムムムさんは元気が出る数学を完璧にした後は
実力アップ問題集に進んで、ちょっと難しければこの白チャートの章末問題を演習していくようにすると、段階を少しずつ追っていけるので勉強を進めていきやすいかと思います。はい、ではここまでのおさらい。まず序盤期は教科書レベルの元気が出る数学か、もしくは白チャートですね。で、中盤期は実力アップ問題集を進めていく、もしくはそれが難しければ白チャートの章末問題を進めていくようにしてください。それを反復し終えた後はこの終盤期ですね、ここはですね、もうどん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 過去問を解いていくようにしましょう。本当にこれだけでいいのって思う方もいると思います。この2冊だけで、その教科書レベルの教材とその応用の、まあ、合計 1A2B3 合わせたら1400台なんですね。たった1400台だけで大丈夫なのって思う方もいると思いますが、こちらはですね、この限界突破勉強法を実際に読んでいくと、少し内容を紹介させていただきますが、この2冊で大丈夫って言える根拠がですね、ちゃんとあるんですね。この実際に限界突破勉強法の数学の勉強法っていうところをちょっと読んでみたいと思います。難問は勉強するなっていうページがあるんですね。で、あなたのゴールは志望大学に合格することですよね。言い換えれば、志望大学の入試問題で合格最低点以上を取れる実力をつけるということです。当たり前じゃないか。でも、その当たり前をちゃんと理解している受験生は少ないのです。多くの受験生が犯す間違いは、まず志望大学の過去問を見る、すると見たこともないような難問が出題されている、うわーこんな難問解けないといけないのかと焦る、そして同レベルの難問がたくさん掲載されている参考書に手を出す、ここが危ないんです。例えば東大とか京大学を目指そうと思ったら、難しい問題を解けないといけないって焦ってしまって、青チャートとかそういった難しい自分のレベルよりも上の参考書に手を出しちゃうんですよね。そうするともう難しくて手を出せなくて、もう挫折しちゃうんですよ。それが危険ということですね。続きですね。早い段階から志望大学の過去問を見ていくことは確かに必要です。しかし、いきなり同じレベルに挑戦しても基礎をおろそかにしては意味がありません。ここで大学入試に出題される問題を5つのレベルに分けたとしましょう。で、基本レベル、標準レベル、エラネンレベル、ナンレベルって4つレベルがあるんですね。この円グラフを見てみてください。基本、標準、エラネン、ナンレベル、4つに基本的には入試問題をレベルって分かれています。そのうち一般的な入試問題、例えばその3近交流レベル、偏差値50レベルとか偏差値60より手前のレベルの入試問題っていうのは、もうほとんどの問題が基本問題と標準問題でできてるんですね。やらなんと何レベルの問題ってほとんどないんですよ。だから国公立を目指す受験生であれば、基本の問題がスラスラ解けるようになれば、滑り止めの合格はもう確実にですね、取ることができるということです。で、ハイレベルな入試問題ですら半分の問題が基本レベルと標準レベルでできてるんですね。で、私が実際に受験をした時も、京都大学の問題ですらこの白チャートですよね、白チャートの問題だけで解ける問題というのがいっぱい出てたんですよ。まあその年は2つぐらいはもう白チャートだけで解ける問題で、あと2つはこの実力アップ問題集だけで解ける問題、あと2つは難問でだったんですけれども、でもこの実力アップ問題集の考え方を使えば正解に肉薄できるような問題だったんですね。だからみんなが思い描いているイメージっていうのは、もうとんでもなく難しい問題が出るんじゃないかって思ってると思うんですよ、京大とか東大とかっていうのは。でも実はそんなことはないと。この基本問題を完璧に頭に入れておけば、解放パターンを頭に入れておけば、難しい問題や初めて見るような問題が出ても、実はですね、スラスラ解けたりとか、あ、これは見たことあるわっていうふうに思うことができるようになるということなんですね。ということは、要領よく勉強するとは、基本レベルから標準レベルの問題を確実に解けるよう徹底的に鍛えることだとも言えますというふうに書籍限界とは勉強法にも書かれています。なので、上の方の大学を目指す受験生も焦らずですね、この序盤期教科書レベルの教材からしっかり始めていって、で着実にその方式を頭に入れたり、解放パターンを頭に入れてから、中盤の教材、応用の問題が解けるようにしていって、過去問に挑めるようにしていってほしいということですね。で、東大京大を目指す受験生であれば、過去問の対策っていうのは10月からでも間に合います。それよりも中堅国公立や私立を目指す受験生であれば、その過去問の対策は11月とか
早に越したことはないですけれど もう秋から始めても入試問題対策って間に合うんですよね。ただしそこまでで基礎がガチガチに固まっているかどうかがめっちゃ大事なんです。だからそれまでに過去問を始める時期になるまでにいかに基礎、序盤、中盤の教材を固められているか、でその勉強法っていうのがこの大学点勉強法に載っているセルフレクチャーというやり方で実現することができるので、ぜひこちらの書籍もお読みください。また動画でもご紹介していきますが、読んでもらうと勉強の全体像がわかると思いますので超おすすめです。はい、それではこの動画を気に入っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンの方をお願いします。あとはミスターステップアップでは来年の中塾生を現在募集中です。あとは遠方の現役生でも受講できるような通信コースも来年度始めていきますので、募集開始していますのでぜひチェックしてください。あとはですね、 LINE の方で無料で相談を受け付けさせていただいているのでぜひご覧ください。ただ資料請求も受け付けていますので、ミスターステップアップのことを知りたいということはぜひ無料ですのでお申し込みください。はい、ではありがとうございました。